こんにちは、コウジです。4月6日にですね、デリカミニが正式発表になったので、カタログをもらってきました。で、コメント欄に三菱は値段も出さないでせこい商売みたいなことを書いている方もいたんですが、正式発表はまだだったんですよね。で、4月6日に正式発表で値段とかも正式に発表で、見積もりを取ったのはあれですね、正式発表前にもう予約したいっていう人がいるので、まあ仮の値段、まあ仮の値段といってもほぼ正確な値段なんでしょうけれども、仮の値段で見積もりを取って予約注文を受けてましたっていう感じなんですが、実際ね、僕も見積もり金額を提示された時に、この金額発売が確定してから変わることもありますのでご了承くださいっていう一言はいただいています。なのでね、まだ正式な価格が決まっていない状態で僕が先走って見積もりを取って予約をしたって感じですね。あと家族に内緒で予約注文していた件ですが、先週かな、先週ようやく打ち明けました。どうしようもねえやつだなみたいな顔をされましたが、大きな喧嘩になることはありませんでした。まあ助かったかなって感じですね。で、なぜあえてもう注文しちゃったもののカタログをもらってきたかというと、ちょっとねツイッターでこのカタログの画像を出してる方がいたんですが、その中にこれがあったんですよ。ペーパークラフトでね、僕ペーパークラフトとか大好きなんですよ。大好きなんでね、これどうしても欲しくてもらってきました。で、これ欲しい人ね、三菱行けばこのカタログ無料でもらえますから、このペーパークラフトもついてきます。で、カタログはね、豪勢、分厚い、分厚いし、ペーパークラフトついてるし、あ、これオプションカタログね。オプションカタログも結構ね、見応えのある感じ。で、このオプションカタログ、このカタログもなんか今までのように表紙硬いんじゃねえのって感じ。なんかね、すごい力が入ってる感じがします。このペーパークラフトつけるだけでもね、コスト上がると思うんですけどね。でも無料なんで、もらってきてペーパークラフト作りましょう。でですね、この燃費とかも、細かく表示がされています。ターボだと NA の 8% くらい燃費が下がるのかな。19.2、 20.9 から 19.2 だから 7%、8% ぐらい下がるね。で、さらに4駆のターボになると、17.5 だから 15% ぐらい変わってくるのかな。結構下がりますね。なので燃費重視なら NAFF っていうことにはなりますね。で、一番人気の4駆ターボモデルはこれ 17.5、 実際このね、 NA のEK クロススペースで実燃費、夏タイヤで、19ぐらい走ってる。田舎のね、あんまり信号のない道ばっかりだけれども、19ぐらい走ってるので、このカタログ表記から 5% ぐらいの誤差しかないんだけれども、実際4駆ターボになると16か15ぐらいかな。そうなると今乗ってるコルトとほとんど変わんないね。で、FF のターボでも、これでちょっと下がったとして18ぐらい、18走ればいいかなぐらいでしょうね。実際ね、その NAFF の EK クロススペースが、19ぐらい走っているんだけれども、自動車専用道で80キロ以上で一定に走っていると意外とね、ガスクですよね。リッター19よりも下がってしまう。普通車とかだとね、逆に80キロぐらいで淡々と走ってた方が燃費がものすごく良くなるはずなんだけれども、やっぱりね、60キロぐらいの市街地走行で淡々と信号にあまり捕まらずに走るのが一番燃費が伸びる感じですね。で、そういうことまでちょっと気になったのがギア比ね。ギア比。ターボだとトルクがあるからギア比をちょっと上げれば燃費が良くなりそうな気がするんだけど、ターボも4駆も全部ギア比一緒です。特に4駆モデルはタイヤ径が少し大きくなってるはずなんですよ。タイヤのサイズが若干大きいんだけれども、ギア比は一緒ということですね。ということは、ターボの FF で4駆モデルと同じサイズのタイヤを履かして、タイヤを少し大きくするっていう方法もありですね。
で、そうすることによって若干燃費が良くなる可能性もあります。あと気になる四駆についてなんですけれども、あんまり細かく詳しくは書いてなかったけれども、一応ディーラーの人の話によると、ビスカスカップリング方式で、これね、グリップコントロール機能、グリップコントロール機能というやつで、グリップの強いところにトルクを配分する機能があるので、比較的ね、滑りやすい路面とかは安心して乗れますよということなんですが、ビスカスカップリング式の四駆っていうのは前にも僕は乗ったことはあるんですけれども、本格的な黒缶四駆みたいな、もう直結の四駆よりも、普通のね、市街地で雪が積もった時とかはこっちの方がね、圧倒的に走りやすい。確かにね、もう岩がゴロゴロするような山道走るにはこれは絶対無理だけど、ジムニーとかね、そういうとこでもガンガン行けるだろうけれども、そういう道じゃない普通の道路に雪が積もって圧雪ボコボコになった程度だったら、こちらの方がね、逆に運転しやすいんじゃないかなと思います。で、まあちょっとカタログの内容について少しね、喋っちゃいましたけれども、今回メインはね、これペーパークラフト作りましょうという、そんだけですからね、では作ってみたいと思います。結構細かいね。メガネをちょっと度の強いやつにします。もう僕ぐらいの老眼になると、メガネというよりルーペだからね、もう大変。こういった R のついた部分とかが多いからね、こういうとこハサミの方がいいかな。ちょっと細かい、大変だわこれ。ちょっとこのメガネでもきついな。これ精密作業用のルーペメガネにします。ほんとメガネ何本持ってんだって感じだよね。これね、こんな真剣にペーパークラフト作ってる人いるんかね、このデリカミニのペーパークラフト。そう考えるとね、カタログ配布数に対してこのペーパークラフトっていうのはただコストを上げただけだったかもしれないよね。でも僕的にはね、このね、カタログにね、コストをアップしてでもこのペーパークラフトをつけようって会社内で意見した人、素晴らしいなと思うよ。偉い人が言ったんじゃなくてね、若手がもしね、そういったアイデアを出して通ったんだとしたらね、そいつ勇気あるなと思うよね。まあ多分ね、こういうとこでもね、文句言うやつは文句言うんだろうけどね。でさ、そのペーパークラフトをつけようっていうアイデアを出した人のことも考えたらね、ここはね、やっぱりね、真剣に作ってあげないとダメな気がする。こんな感じで切っていくんだけどね、全部動画回すのもめんどくさいんで、はしょりますね。今から集中します。今ね、めっちゃ没頭してた。仕事だといつもね、時間効率を考えながら物事するんだけど、こういうのはいいよね、時間効率とか気にせず。急ぐ必要がないからね、自分が納得いくように丁寧に丁寧にやるって感じでね。今度抜けたかな。お、細かいところ修正しようか。なんか音鳴ってるね。抜けたって言っても、ああ、いざ切れてみるとちょっと白く残ってるところが気になるね。って言ってもまだあとタイヤとかミラーあるからね。
うん、これも順次切っていきます。では部品が全部切れたので、のり付けしていきたいと思います。っていうか意外に難しいぞ。あ、ここは R がつくから折り目じゃないね。折り目じゃない場所が結構ある。意外とこれ難易度高いな。こういう感じか。ここもボンネットも R をつけなきゃいけないとかね。まあこういうのはじっくりとこの作る時間を楽しむって考えて作らないとダメだね。どっから貼ってこうということになるけどね。こっからかな。この R がついてるとことか苦労するね。もうすぐピタッとくっついてくれる接着剤だといいんだけどね。折り目に筋入れといた方がよかったかな。まずここ貼ってからか。これ中に差し込まなきゃ。だからボンネット後だったかね。こんな感じでちょっとずつやっていこう。ちょっとクオリティは低いけど一応完成かな。ちょっとこのピラーのとことかね塗っちゃおうか。あら黒色が違うね。ガラスの色じゃなくなっちゃった。グレーのペンなんかないからな。まあいっか、こんな感じでごまかし。ルーフが黒くてよかったよ。